さあ、じゃあ、マリアンヌとイグナーツ見ていきますか。最初の支援はすごい、うまくいってる感じでしたね。はい、何か進展があるのかな。お暇そうですね。ちょっと僕と一緒に来てくれますか。お暇そうですね。ひどい言われようやな。あの、私に何の用で。ああ、大事な用があるんです。大事な用。私何かしましたか。そういうことじゃないんです。まあいいからいいから。ああ、ここからは目を閉じてくれますか。おう。え、それじゃあ歩けません。僕が手を引きますから。ゆっくりゆっくり。何しれっとあのエスコートしようとしてるの。もういいですよ。はあ、マリアンヌさん、目を開けてください。ああ、街が夕焼けに染まって。へえ、ね、綺麗でしょ。はい、さっきみんなとこの夕焼けを見てて、マリアンヌさんにも見せたいなって。はあ、なぜ私に。だって君はいつも下を向いてるから、景色なんてちっとも見てないでしょ。鳥さんといるときは上を向いてるのよ。景色というのは季節や時間、天候、うん、それに時代によっても変わってしまいます。だからこの景色も今だけの景色です。見ておかないともったいないですよ。確かに、なんかどんどんと建物が新しく変わっていったりとかもしますもんね。それは、うん、そう思います。でも私と一緒に見る必要。だって一緒に見たかったんです。ああ、綺麗な景色を見た時間を共有したいんです。ああ、でも私、せっかく見せてもらっても気の利いた言葉も出てきませんし。僕だってこの美しさを言葉では表せませんよ。ああ、まあただただ一緒に感動したいと。いいんです、無理に言葉にしなくても。ああ、この景色にただ浸りましょうよ。ああ、ただ眺めて記憶に残すんです。それだけでいい思い出になりますから。ついでに、ついでに、この景色を見たとき隣には僕がいたことも覚えていてくれると嬉しいですけど。まさかのイグナーズ積極的。はい、はい。ああ、デリシティア。マリアンヌ、ちょっと聞きたいことがあるんですけど。お？はい、動物の生態について教えてほしいんです。ああ、あんた一番動物に詳しそうですから。確かに、馬とかペガサスとかね。野外での戦いで野生動物による不測の事態を最小限にとどめ、ああ、戦術にも。聞いてます。あ、はい、聞いていますが、その私で役に立てるか。だから、あ、なんでそうやって話を聞く前から自分を諦めちゃうんですか。でも私の意見で立てた戦術なんて、きっとみんなを危険にさらしてしまいます。いや、そうなのか、そうなのか。いや、でも参考にするだけやからな、あくまで。関わらない方が。あんたの態度ってまるで自分が不幸を呼ぶ女だとでも思ってるみたい。ああ、ね、まさか本当にそう思ってるんですか。そんなことあるわけないでしょ、バカなの。うん、でもなんかついてないことが続いてたんかな。でもじゃありません。ちょっと私の話を聞きなさい。あなたが何か深刻な事情を抱えているのは想像に難くないけれど。ああ、抱えている事情の深刻さなら私も負けてません。あなたより深刻かも。それあれじゃん、レオニーとラファエルが言ってたあの黒自慢になっちゃうんじゃないの。まあまあ、こういう場面はこういう場面で、まあこういうこともありながらも強く生きてるんやぞと、そういう主張をしていくのかな。リシティアさんが。私だけじゃない。うん、みんな何かしらの事情を抱え込んで生きてるんです。まあね、生きてれば何かしらありますよと。だからこそ前を向いていくしか。ああ、
今できることを自分で探すしかないんです。できることを一つ一つ増やしながら少しずつでも前に進んでいくんです、はあ、そうしないと今を生きている意味がないでしょまあね、過去に縛られたってどうしようもないですからね。私、あなたが羨ましい、はあ、そんな風に強く生きられるあなたが。だから生きられるじゃなくて強く生きるんだよと。羨ましいってことは本当はあんたも前向きに明るく生きたいってことですね。ね。え、はい。そのいつかきっかけがあれば。きっかけ？今この瞬間がきっかけです。はい。よろしい。ああ。まずは動物の生態についてきっちり考えて答えてもらいますからね。ああ。頑張ります。というところでおしまいと。なんで B までなんだろうね。すごい、なんかそれはあれか、5年後にマリアンヌの雰囲気も変わってたりすんのかな、もしかして。なんかそんな予感がせんでもないけど、マリアンヌレオに支援つけていこうか。痛かったでしょう、ドルテ。出た、ドルテ。蹴らなくても走れるのにひどいわね。下手な人を乗せるのは大変だね。あ、今日はゆっくり休んで。よう、マリアンヌ、そこで何してるんだ？ドルテとお話よ。いえ、何も。誰かと話していたようだけど。うん。無口なあんたが珍しいな。まあみんなそう思いますよね。ところで今手は空いてる？お？何のご用でしょうか。手拭き用の布や石鹸を買い付けに行くんだが、女子どもから注文が多くてさ。それあれじゃないの、結局なんか見に行ってもらってきて作るみたいな、そういうパターンですよね。ラファエルの支援で見たぞ。やれ可愛いのがいい、やれ香りがどうのと。あ、私はそういうのは疎くて、手拭きは歯切れだし石鹸も古い油で作る。うん。それ以上のことは考えたことないんだよ。あのラファエルとの支援であったあれがあのうまく喜んでもらえなかったのね。あんたは持ち物の趣味がいいから、そういう目利きもできるんだろ。でも全部それはもちろん手柄はあんたって話にするから、あんたの評判もきっと上がると思うよ。私そういうのはいいので。評判は気にしないと。まあとにかく付き合ってよ、うん、何かお礼はするからさ。ね。でもあまり修道院の外に出ないよ、父から言われているので。ああ、そう言われるとちょっと困っちゃうな。ちょっとぐらいいいじゃんって言いたくなるけど、なんかそういう貴族の家庭ってなんかね、そういうなんかね、縛りとか厳しそうですもんね。そんなの分かりゃしないよ。まあ確かにね。たまには外の空気吸った方がいいって。いいんです、私じゃあ多分お役に立てませんし。あ、出た。私なんかが選んだものを渡されたら嫌だろうし、選ばれたものもかわいそうです。とんでもないよね。レオニーさんだって私なんかと一緒にいたらきっと不幸に。はあ、私は一人でいた方がいいんです。ちょっと待ってよ、マリアンヌ。さっきから聞いてれば、あんたと一緒にいるだけで不幸になるだって。そんなわけあるかっての。ね。私が嫌いなら嫌いってはっきり言ったらいいじゃないか。しつこく誘って悪かったね。はあ。もう誘わないから安心しな。ああ。あ。言ってしまった。あ、で、あれか、リシアの時はこの後フォローがあったけど、レオニーはそのまま行ってしまうのか。なんか、でもあれですね、支援が B までしかないリシアとレオニーとマリアンヌに関しては、なんて言うんですかね、その、なんて言うんですかね。
あの卑屈な感じから始まって、でなんか、うん、何かきっかけをみたいな感じでリヒテは終わってましたけど、レオニーもそんな感じなのかな、ちょっとわかんないけど、そう、ハンネマンとシエンが C なんだ僕。じゃあイグナーツ・リヒテア、イグナーツ・リヒテア、リヒテア、イグナーツ、いや一緒。あ、このリヒテアとレオニーが CB なのは、あ、でもどうなんやろうな、これはあれか、リヒテアはまだ子供だからみたいな感じで5年後に続くみたいな、そんな感じなのかな。もうダメ、倒れそう。あ、訓練中かな。え、顔真っ青だけど、いやほんまに倒れた？朝からちょっと体調が悪かったもので。ああ、でももう寮に戻るところですから。そんなんで寮にたどり着けるのか。ああ、仕方ないね、私がおぶってあげるよ。おぶ。いえ、そんな、それじゃまるで子供みたい。まあ子供っていうか今は病人ですけど、まあそもそも子供やからね。出たな、子供扱い嫌いなね、そんなこと言ってる場合かっての、うん、これ具合が悪いんやからおとなしくね、言うこと聞きなさいよと。だいぶ気分も良くなってきたのでもう大丈夫です。おう、ありがとうございましたレオニー。あの、私重かったですよね。軽そうやけど、どうってことないよ。あんたをおぶってむしろいい訓練になったさ。あ、出た、無駄にしない精神。訓練ですか？普通に歩くより誰か背負って歩いた方が足腰の鍛錬になるだろう。まあなりそうやけど、リヒテアは重すぎず軽すぎずちょうどいい。またお願いしたいくらいだよ。考え方次第で何だって訓練になるからね。はあ、今回もあちこち鍛えられて儲かったよ。まさかそのためにおぶったんじゃねえだろうなみたいな感じはしますよね。いつもそんな風に、はあ、何事も訓練なんてやってるんですか。ああ、訓練だけに時間が使えるわけじゃないから、ついでに訓練ができるなら効率的だろ。まあね、非効率じゃないですか。ああ、訓練に集中するときは訓練に集中して、他のことはさっさと終わらせてしまった方がいいんじゃないかと、そういう考えも、というか僕はどっちかというとそっち派なんで、確かに間違いはないですよね。持久力強化なら走り込みをした方がいいし、うん、鍛えたい部位に合った運動があるでしょう。まあね、ついでにやる訓練なんて相応の効果しかないと思います。まあしないよりはマシ程度のものかな。くらいのこと、鍛錬に詳しくない私でも想像できますけど。まあ、うーん、そこは勉強と一緒ですよね。あんたはいつも時間の使い方がきっちりしてるよな。ああ、そうなんや。時間を決めてビシッと集中してやって、うん、終わったらさっと頭を切り替えてさ。いや、偉いな。僕はなかなかね、ダラダラしてしまう部分があるんで、なんかさて編集だって思ってね、編集する時間を取ろうと思っても気づいたら収録してたりしてね、かれこれ編集済みじゃない動画がなんか2テラバイトぐらい溜まってる状態なんですけど。まあそれはさておいて見ていきましょうか。 そうでしょうか。うん、考えてみりゃそっちの方が効率的か。うん、うん、そうかもしれないな。いいこと聞いたよ。リヒテア、ありがとね。これで次回調子悪い時おぶってくれへんとかやったらどうすんねやろな。でも、あ、レオニーは私のことおぶって寮まで送り届けてくれたのに。ああ、いちいち指摘してしまったと。私、偉そうにあんなことを。ああ、レオニーは褒めてくれてたけど。ようでもそこ気づいたな、偉い。なんかモヤモヤする。また倒れるんちゃうやろかこれ。まあ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 、次回へ続くと。で、リヒテア、イグナーツ、こんにちは、リヒテアさん。ああ、お出かけですか？天気いいですもんね。どうも。僕も散歩に行こうかな。綺麗な景色を見られそうだし。イグナーツ、ちょっと動かないでください。あ？はい。靴の紐がほどけています。
はあ、結んであげますしっかりしてそうやのに意外とそういうところあるんか。あの、教えてくれてありがとう。うん、でも僕自分でできますから。どうせ縦結びにしちゃうでしょ。あ待って、私に任せなさい。ほどけにくい結び方かな。はい、できました。はあ、すみません。なんかでもあれですね、そういうなんか芸術とか美術とかが好きな割にはなんか服飾には疎いのかな、イグナツって意外と。寝癖もついていますね。え、あ、そんな、ちゃんと鏡で。後ろです。あ、身だしなみくらいしっかりしたらどうですか意外。あんた貴族好きの商家の生まれでしょ。あ、そんな心がけでどうするんです。ね、そのね、主人って言ったらいいのかな、なんかね、貴族の方に迷惑かけちゃうよ。すみません、リシティアさんはしっかりしてますね何に対しても隙がないというか、失敗しているところを見たことがないです。ああ、隙を見せるとみんな私のことを子供扱いしますから間違いない。嫌なんです、そういうの。偉いな、リシティアさんは。ああ、偉いけど、でも少し無理してませんか。背伸びしてるというか。僕もたまに子供扱いされますけど、みんなに心配してもらえて嬉しいですよ。ああ、まあずっと子供扱いされてたら嫌にもなるんやろうな。背伸びしてみてもできないことはあるし、たまには誰かに甘えてみてもいいんじゃ。イグナーツ、あんたまで年上ぶって私にお説教ですかおっちょこちょいで頼りなくて臆病で、いつも他人の顔色を気にしてて私に意見する前にまず自分の子供っぽさをどうにかしたらどうです。あ、もっとも、あんたの童顔はどうにもならないと思います、ね、あそれじゃ私忙しいの。ひどいなリシティアさん待ってって、うわ、足元しっかり見て歩きなさい。ほんと子供でしょあんまりだよ、僕の方が本当に年上なのに。まあでもしっかりしてるかどうかで言うとね、結局はそこなんだよね。はあ、で、レオニーとイグナーツで最後かな。あ、さあ、先生、頼まれていた地図が。あれ？あ、また今度にしよう。あ、出たこのパターン。イグナーツ、あんた先生に用事があったんじゃないの？ヒルダの時と一緒や。あ、いえ、急ぎのようじゃなくて、ね、気にかけてもらっちゃってすみません。もしかして僕のために話を切り上げてくれたんですか？ああ、私がそんな気を使う性格に見える？まあまあまあ、話終わったし、今なら先生空いてるよってことですよね。こっちの話が済んだから教えに来たんです。ああ、先生に弓のことで相談してたんだ。弓はもうレオニーの方がうまいよ。何か問題でもあったんですか？最近修理に出る弓の数が多かったから、ああ、試しに鶴の素材を丈夫なものに変えたんだよ。そしたら壊れる数は減ったけど、弓を引くのに力がいるようになっちゃった。要は強い武器に変えたってことですよね。それは大変ですね。使い慣れたものの方がやっぱりいいんじゃないですか？まあ力がいるってだけなら腕力を鍛えればいいだけなんだけど、うん、まあでもそれだけ扱いが難しいっていうことは技量が必要ってことですよね。時間がかかって速射できない。うん、飛距離も出すぎる。この2点が問題だ。飛距離が出すぎるのも問題なのか。早く入れないのは問題かもしれませんけど、飛距離が出るのはいいことなのでは。それが開けた平地では利点にもなるが、うん、短距離だとむしろ命中率が下がるんだ。あー、ブレてしまうんですよね、どうしても。だから戦場の地形に応じて鶴の素材は使い分けた方がいいのかなって話をね。あー、当てやすい鶴を使うと。とても分かりやすかったです。レオニーさん、弓に詳しいんですねまあね、両親の村で生まれ育ったから、小さい頃から弓は身近な存在だったんだよ、うん、誰にも負けないとまでは言えないけど、腕に多少の自信はあるかな。うん、クロードといい勝負しそうやけど。あんたはないの？誰にも負けないものとかさ平たいステータスしてんだよな僕にはそんなものは。はあ、そう、ま、
そのうち見つかるといいな。まあどちらかというとイグナーツはね、騎士というかなんかね、芸術家やもんな。そうですね。窓ではリシティアに勝てないしきついなそれはということで、どうしよっかな。散策かな。今みんなのやる気が低くなっちゃってるんで、散策でやる気を上げてどうのこうのしていって、で授業を迎えると、そうしましょうか。クエストはもうこなしちゃってるんで、もうほとんど教員の研修になっちゃうんですけどね。なんでよし、散策やっていきましょうか。そういえばあのアッシュとの支援がなんか出そうっていう感じがあったと思うんですけど、どうなるの？これか。アッシュとの絆が深まってきた気がする。様子が気になるのであれば話を聞いてみた方がいいかもしれない。話しかけたらいいのかな。でアッシュはこの辺にいるらしいけど、どこ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 ちょっとこの辺人が多すぎて、あ、いた。釣り大会、いい息抜きになりましたね。さあ十字主戦に切り替えていかないと。で、嬉しいです。断られた釣り大会ちょっと待って、支援とは何なのか。支援とは何だったの。ちょっとやらかしたかな今。わかんない。なんかうろうろしてたらなんか出てきたりすんのかな。なんか点点点が出てるけど何これ。え、告白されるのかこれ。もしかしてアッシュが話したがっているようです。はあ、遅くまでかかっちゃいましたね。あ、先生に付き合ってもらえて助かりました。買い物してたんや。頼まれていたものも買いましたし、あとは修道院に戻るだけですね。騎士団の方が渡してくれたお金ちょっと少ないかなって思ってましたなんとか足りましたね。負けてもらえてよかったです。それ足りへんかったらなんか自腹切ってたんかな。買い物上手だ買い物は数少ない特技なんです。へえ。街での暮らしが長かったから。あ、そうなんやうまいこと言うんやな。ずっと下町で暮らしてたんですよ。ドナート様に養子に取ってもらうまでは。ほうほうほう。盗賊が技能があるのはあれかな、あの養子に取られるまでは盗っ人やってたんかな。そういえば先生はもともと傭兵としてフォドラ各地を転戦していたんですよね。そういうことになっている。やっぱり町に住む普通の人と傭兵じゃ暮らしも全然違うんだろうな。生活は一緒なんじゃない。同じようなものだ。そうなんですか。うん、僕には全然違うように見えますけど。まあどちらもね、まあ、どっちも飲み食いして生活はしてるしね。人と戦うのがお仕事なんですよね。大変だよなって思っちゃいます。そんなにたくさん敵いんのかって感じはしますよね。そうですよね。この本こんなところでも売ってたんだ。懐かしいな。アンナさん、ルーグと風の乙女、マーガスでは有名な騎士道物語ですよ。騎士道物語、青き獅子王ルーグ様を主人公にした冒険物なんですけど、僕昔からこの本が大好きで、読み書きを覚えたのもこの本を読むためで。へえ。その本やめて。アンナさんじゃない。あ、アンナさんや。あなた、泥棒、泥棒よ。誰か、あの人を捕まえて普通に取られた。お姉さん落ち着いてください。あの本を取られたら大損なのよ。すっごく高いんだから。あれ、あのもしよければ代金は僕が払いますよ。え、
あなたそれでいいの？うん。私は助かっちゃうけど。でもあの本をあれかな、どうしても読みたくてしょうがなかったおじさんが持って行ってしまったと。だからなんかアッシュ君がここでお金を払うことによって、そのあの本を楽しんでもらう人が増えたら、それはそれで嬉しいとか、そういうこと？お構いなく、あの人を捕まえたらちゃんとお金を払ってもらいますから。そういうことね。先生、僕は一っ走りしています。先に修道院に戻っててください。一人じゃやばいやろ、そんな追いかけるに決まって決まってはなかった。多学級の子らはなんかここのお茶会のテーブルみたいなところに来たら支援が進むのかな。なんかよくわかんないけど、支援あげてからスカウトすればよかった説が今僕の心の中でささやかれてるけど、どうなんだ、わかんないね。ちょっと待って、特産品の売り上げで16,200ゴールド獲得。なんだそれは。なんだそれは。よくはわからん。よくはわからんが、最上級試験パス、これを特産品として持たせていれば、すごいなんか、儲かるらしいんで、ちょっと、ガンガンに、ガンガンに、持たせようぜ。言っといてくろうど。うちのことはいいから、出稼ぎ頼んだよ。はい。ということで、なんか、オンラインが多分盛んな間だけだとは思うんですけど、今のタイミングだと、まあ、投稿してる頃にはどうなのかわかんないけども、最上級試験パス、これ持たせて、クロードでいいかな。まあ、誰が持っていっても一緒やんな。イグナーツに持たせる？まあ、クロードでいっか。送り出しましょう。さあ。よし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 。出稼ぎ、しっかりと、頼んだぞ。ああ、やっぱりそうか。なんか、教員研修によって、マヌエラの支援値が上がってて、なんか吹き出しが出てたんで、来ました。もう誰よ。あ、はいはい、いるわよ。あれですかね、なんか、用があって訪れたのかな。びっくりさせてしまった。ちょっと、え、ちょっと待ってて。なんで？どうすんのよ、この状況で開けられるわけないじゃない。めっちゃ怒ってる。なんでこんな時間まで寝ちゃってるわけ、私。あ、そういうこと。服どこよ、肌着がない。もうえ、ああ、もう適当でいいわよ。大変ね。大丈夫よ、大丈夫だから待っていて。ああ、待たせちゃったかしら。準備バッチリと。先生、いえ、大丈夫です。それで何のご用？何の用なんやろ。なぜ廊下で？そういうこと。なんで立たせたままで話するんですかってこと。中はどうなっている？中はどうなっている？ずけずけと入りすぎな気もするけど。ただ、こっちはこっちでなんか嫌味っぽいんですよね。だから、中はどうなっているしましょうか。そんなこといいじゃないの？早く話があるならしてくれない？これはどっちも選んでもなんか同じ返答返ってきそうですね。必死な思いでここまで出てきたんだから。必死な思いで。すんません。いえ、あなたは悪くないわ。え？ただ、今日が良くなかったというか、昨夜が良くなかったというか、二日酔いじゃなくて、結局、用があるの？ないの？
こっちはほんまに用があるっぽいんですよね。で、これは主人公も関わりがあるのかな。どうなんだ。昨夜の人から なんて言ってたのかしら。あー、そういうこと。でしょうね。ああ。私、分かっていたわ。私。あれか。なんか飲みに行ってた的なあれなんですよね。で、騎士と飲みに行っていたのか。だから騎士を選んでも多分どっちも同じなんだろうね。どうせそうなるだろうと思って、ふて寝していたんだもの。ああ。わざわざありがとう。ああ。もう用は終わりね。なんかすごい嫌な役割ですね。それじゃ、おやすみなさい。はあ。おやすみなさい。大丈夫かな。これで果たして支援が C になっていいのかというよくわかんない伸び方をしたけども、ね、まあ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 、じゃあ特にないみたい。うん、支援もびっくり出てないんで日程進めていきましょうかね。さあ、すると講義の時間です。まあ、あのここはカットするっていうか勝手にやっとくんですけどお、才能開花来ましたよ。魔力封じ。ああ、攻撃後魔力を下げるとかそんな感じかな。まだこんな才能がまだって言ってもまだ生徒の立場なんでねまだまだこれからですよ。よし、ということでね、ひとまずみんなの教育を終えたところで、ちょっと待てよ。うん、まあ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 、こんなものかな。で、クロードの飛行はもういいかな。なので斧と馬術でも伸ばしとく。使い道はあるかもしれん、わからんけどねこれで、あとはまあ、うん、こんなものね。で、カトリーヌの剣はもういいような気はするけどな。カトリーヌに最上級になってもらうかどうかわかんないけどね。エピタフ、断り学、魔法剣士、魔法剣士どうすんねんそれみたいなところがあるんですけど、なんか他ないの、剣の上級職。槍ばっかりやもんな。ファルコン、ファルコン、ファルコンパンチ。どうなんだ。特に苦手はない。まあ断りぐらいで、エピタフは正直断りが苦手な段階で候補から消えるんやろうなっていう感じがするので、まだ可能性があるとしたらファルコンパンチなんですよね。じゃあまあ剣このまま鍛えさせてもっていうところがあるので、槍と飛行、まあそんなもんかなね。切り替えさせた。で、斧と飛行かな。うん、飛行だけ、飛行だけやな。うん、こんなもんかな。で、グループ課題はローレンツとヒルダでいいような気はする。ローレンツの馬術なんやかんや言うてそんな高ないもんな。だからローレンツヒルダで、さあ授業開始。あ、信仰を鍛えてビショップを目指す。私ね、戦うよりも傷を癒すようなお役の方が向いてると思いますの。なので武器の訓練をするよりも信仰の勉強に励む方が有意義ではなくって。信仰は十分すぎるんよな。だから断り伸ばしてもらおう。すまんな、これは先生からのお願いなんだ。で、びっくりが出て、あ、リシティアが話しかたがっているようです。応じましょう。
支援が進むと。訓練のお相手どうもありがとうございました。いやどうもどうも。またまた。はい、ぜひ。はい。先生の指導はいつも適切で助かります。っていうかなんかみんなに指導するっていうことはそれだけ先生も経験を積むわけやから、なんか先生も断りとかリシア並みに上がってくれてもいいような気はするんだけどね。みんなの評判もいいんですよ。うん。先生は弱みを補いながら強みを伸ばしてくれるって。ああ私先生はみんなに無関心なのかと思ってましたけど。ああそうじゃないんですね。一人一人をちゃんと見てなければそうですね、適切な指導はできないはずですから。間違いない。これからもご指導よろしくお願いします。ああ私もっともっと強くなりたいので。はいはい、こちらこそよろしく。努力家で偉い。そうでしょうか。うん。ありがとうございます。まあ才能あってこそのところもありますけど、まあね、どちらもあってこそようやく実りがっていう感じですもんね。そんなことを言ってくれるのは先生くらいです。あ、そうなん。多くの仲間は、ああ私には魔導の才能があると言ってくれます。ああ幼少の力を才能と呼ぶのなら確かにそうなんでしょう。うん。望んで手に入れたものではないにせよ、ああ私には紋章が2つもあるんです。天才やな。私は努力だって人一倍、うん、重ねてきたつもりなんです。ね。だから才能だけを評価されるのは少し悔しかったんですよね。あ先生が私のことをちゃんと見ていてくれたなら、すごく嬉しいです。ちゃんとみんなのことは見守っているからね。なぜそんなに努力を。確かに。それは。うん、コーデリア家の一人娘ですから。ああ親のため家のためです。まあ将来はなんかその発展に向けてみたいな感じか。少しでも早く一人前になって、ああ父や母の役に立ちたいんです。ああそれに時間を無駄にはできないんです。お私には残された時間が少ないから。なんか未来の話とかするといきなり暗くなりますよね。リシテア、私はこれで失礼します。ああ、今日はありがとうございました。まあ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 、また次回で支援値がアップしてやる気が上がったと。うーん。で週末の訓練、ツリルの誕生日、ツリルの誕生日お茶会開きますか。何が好みか全然わかんないぞ。ちょっと待って、アーモンドティー、アーモンドティーとか好きでしょ。甘いの好きでしょ。ありがとう。どうぞどうぞ。いやすごい、なんかツリルもなんか一回り。え？目指す兵種について、うん、なんか学生時代の思い出なんかまだだってないっすもんね。だからまあまあまあこれからについて話をしようじゃないか。で何でも相談してくれ。えっ、あーで一応最後まで話は続けるんや。一緒に訓練したい相手、猫の話、猫が好きなのっぽいけど。あっちこっちに猫いますしね。はあ、で悩みは、あ、おしまいと。まだ仕事が残ってるんだ。お茶ごちそうさまでした。はい、どうも。これパーフェクトじゃなかったらあれか、魅力上がんなかった。くそ。ありがとう。あ、お。君の応援のおかげでどうにか終えることができたよ。二人の支援値が上がってるからなんか余計うまくいったんかな。どういたしまして。またお願いね、ローレンツ君。はあ、あれ。パーフェクトじゃねえ。そういう時もあんのか。はあ。で技能レベル上がった。魔導が上がってるし。少し分かったような。新しい技は覚えない。なるほどね。うん。こういうことでしたね。でファイヤーを習得。少しは分かってきたな。合剣習得。うん。
いい感じじゃない。で週末と、さあどうしようかな。ショップ、ん、ショップ道具屋、今ちょっと所持金結構あるんで中級試験パス買い足しとくか。ん？複数は買えない。あ、あと1個しか在庫ないやん。まあ購入しとくか。うん、こんなもんかな。でもで、そうちょっとね、一個問題があってですね大問題があってですね、そのヒルダが今ペガサス使ってるんですけど、なんて言うんですか、あの護衛たち、彼らがついてこれない、要は士気レベルを上げれないっていう状態ではあるので、せめてちょっと C まではあのなんか違う職について士気レベル上げていきたいなっていう感じがするんで、ソシアルかな。まあソシアルですよね。総合値的に言うとまあちょい下がるよっていうことなんですよね。まあでも、うん、力は伸びる、力は伸びるんか。まあまあまあ同じように長距離戦える騎士で頑張ってもらおうかな。なんでソシアルナイトにクラスチェンジ、まあまあまあ 100% なんで特に問題なく合格と。よし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 、さすがヒルダ。うん、でクラスチェンジしましょう。これで士気レベルが低いけど、一応なんかあの団体さん連れていけるようになってるんで、マリアンヌは士気 D プラス、あーまあ低いといえどなんですよね。低いな低いな。ちょっと待って、ペガサスって士気なんぼ必要やったかな。あるある、あるけど見れない、見れないか。うーん、まあ装備の時に見ましょうか。あとどうしようかな。